はい、皆さんおはようございます。ここは紀勢本線の白浜駅です。今回この動画では今映っている287系パンダクロシオスマイルアドベンチャートレインで運行される特急クロシオ14号新大阪行きに終点の新大阪まで乗ってきたということでやっていきます。このパンダクロシオっていうのはここ白浜町にあるアドベンチャーワールドっていう動物園が2017年で発足30周年を迎えたことを記念して、そこで飼育されている動物たちをこの黒潮号の車体にあしらったというものなんですね。現在ではこのスマイルアドベンチャートレイン2編成とサステナブルスマイルトレイン1編成の合計3編成が活躍していて、運用は前日にツイッターで公表されます。こちらが今回乗車する6号車ですね。1号車と6号車の両側の先頭車はパンダのデザインになってるみたいです。またこの列車は付属編成をつないで合計9両編成で運転されるため、付属の3両編成の方はパンダクロシオではありません。まあノーマルクロシオって言っとけばいいですかね。特急クロシオ号は沿岸部を走るため、津波が来た際に備え、避難用のはしごも備えてあります。ヘッドレストカバーにもアドベンチャーワールドのロゴが入っておりまして、パンダの顔がデザインされています。車内広告の欄にももちろんアドベンチャーワールドの広告が表示されていました。またデッキとの仕切り扉にも動物の写真が貼ってあります。これは各車両によってデザインが違うみたいですね。津波の到達予想時に備え、先ほど紹介したはしごだけではなくって、避難方法を明記した専用のリーフレットまで用意されています。列車はみなべ駅に到着です。南部って書いてみなべって読むのが面白いですよね。この駅は多くの黒潮号が止まるような駅ではないんですけれども、今乗っている14号は停車型といいますか、比較的多くの駅に停車する黒潮号となっています。
網走切り目間の車窓です。紀勢本線といえばこういった海を間近に望める車窓を想像する方も多いかもしれませんが、それはほとんど白浜より南の区間の話であって、白浜から新大阪方面の黒潮号に乗ると、そういった車窓を長時間連続で楽しめるのは実はこの区間ぐらいしかないんですよね。海南駅の手前では車窓左側に石油プラントが見えてきます。この区間は日が沈んだ後に通るとものすごく景色がいいのでおすすめですよ。白浜を立って約1時間半、ようやく和歌山県の県庁所在地和歌山に到着です。ホームを見るとこの和歌山からもかなりの数のお客さんが乗ってくるみたいですね。この和歌山は大阪方面の紀州路快速の始発駅でもあるんですけれども、これだけ特急に並ぶ人がいるっていうことは、阪和間の速達需要がかなりあるということではないでしょうか。出ると和歌山市方面の紀勢本線に別れを告げ阪和線に入ります。今進行方向左下に見えている謎の空き地なんですけれども、これは阪和線が高架化される前に線路があった、いわゆる旧線跡なんですね。一部は建物が建っていたり駐輪場になっていたりもするんですが、大半は柵がしてあるだけで何もありません。駅の構内に入りました。ここからは右手に見えている本線と分かれ、関西本線へとつながる単線の連絡線を走って行きます。
車が天王寺駅のホームに差し掛かった時、対向の特急黒潮号が発車していきました。さっき連絡船が単線と言いましたけれども、その辺のダイヤ設定は非常に綿密に組まれているようです。桜島方面からの桜島線と合流すると、阪神難波線との接続駅西九条に到着です。桜島線の沿線にはユニバーサルスタジオジャパンがありますし、そもそも特急黒潮号は大阪駅を経由しないので、阪神電鉄各駅へのアクセスにはこの西九条駅が最適なのではないでしょうか。なんと西九条から乗ってくる方が一人いました。これはびっくりですね。天王寺から新大阪へは大阪メトロ御堂筋線で乗り換えなしで行けるんですけれども、西九条から新大阪は確かに乗り換えなしで行くには特急を使うしかありません。西九条を出ると今度は東海道本線の貨物支線、通称梅田貨物線に入ります。梅田貨物線からは車窓右手に大阪駅の大きな屋根を見ることができます。なおこの区間は2023年3月のダイヤ改正で、地下新線に切り替えられるということで、ついでに大阪駅付近の地下に新しい駅も設置されるらしいんですよね。なんだかんだあっという間だと思うので、この区間乗っておきたい方は今のうちに特急黒潮号か特急はるか号に乗っておくことをお勧めします。JR バスの車庫の横を過ぎると神戸方面からの線路と合流し、淀川を渡ります。終点の新大阪に到着。ということでこの動画はこの辺で終わりにします。ご視聴ありがとうございました。